川向こうの星は整列しているものが多く、村人たちはその星を観察するのが好きだった。しかし向こう岸はいつも霞んでいて、誰も星の正体を知らなかった。それでも川向こうの星は神秘的で、人々の心を魅了し続けた。最近裏ではよく神隠しが起こっていた。神隠しにあった家は無人となり、その家の土地は荒れていった。村人たちは荒れた土地を協力して管理しようとしたが、人手が足りず荒れた土地が増えていった。川向こうの星。ねえ、あそこ赤い星が点滅してる。本当だ、しかも動いてる気がする。え？あ、動いてる。今日は運がいいわね。確かに。私と葵は川向こうの星を観察することが好きで、いつも一緒に星観察をしていた。そしてその星を観察しながら、今日の出来事をぼそりぼそりと話すのが日課だった。ねえ、また神隠しが起こったらしいよ。ふん、最近多いよね。今度はどこの家？どこって三丁目の角の家って聞いたけど。え、それって私の家の近くじゃない？多いな、三丁目での神隠し。葵も気をつけてよ。うん、分かってる。あ、あそこまた点滅しながら動いている星がある。どこ？ほら、大きな木がある方角。あ、本当だ。今日は本当に運がいいわね。そうだね。川向こうに行ってみたいな。ね、どうすれば行けると思う？無理だよ。向こう岸がいつも霞んでいるような川だよ。それは分かってるんだけど、でも行けるなら行ってみたいし、川向こうの星っていうのが一体何なのか。葵は以前にも同じようなことを言った。私ね、川向こうへ行って、もっと近くで星を見てみたいの。と、私はそうやって喋っている葵の姿を見て、とても不安になった。レイコ、ちょっとレイコ、レイコ、聞いてるの？え？え？じゃないよ。どうしたの？ぼーっとして。なんでもない。そういえば、明日星を見るには絶好の天気らしいよ。え、そうなの？じゃあ明日も来ないとね。そうね。うん。そうとなれば今日はもう帰ろっか。ちょっと待ってよ、置いてかないで。レイコ、早く。ちょっと早いよ。早く待ってよ。疲れた。レイコったら途中から本気で走るんだもん。だって葵が先に走り出すからでしょ。ねえ、ん？ここだよね、神隠しのあった三丁目の家。そうだね。神隠しにあった家ってすぐこうなるよね。人は減るし土地も荒れるしね。ねえ、
みんなどこに行っちゃうのかな。それがわかれば神隠しって呼ばないわよ。あ、そっか。それじゃあ私こっちだから。うん、また明日ね。うん、また明日。次の日の夜はあっという間に訪れた。やはり天気も良かったし、本当に星観察日和だった。はあ、やっぱり星がよく見える。本当、いつもは見えない星も見えて綺麗。うん、でもやっぱりもっと近くで見てみたいな。それ昨日も言ってたね。うん、レイコは行ってみたいと思わないの？全く興味がないわけではないけど、現実的ではないと思うし、今のままで十分かなって思う。確かに川向こうへ行けば推しのことをもっと知ることができるかもしれない。でも私はここから見える星が綺麗なだけでいいと思うの。葵はそうは思わないの？私は確かにここから見る星は好きだよ。でもだからこそもっと近くに行って見てみたいと思うの。現実的ではないかもしれないけど、夢を持つっていけないこと？そんなことはない。でも現実的ではない夢を持っていても辛いだけだと思う。なんか霧が出てきちゃったね。もう帰ろう。そうね。私たちは土手を黙々と歩き続けた。お互いずっと黙ったままで気まずかったけれど、話しかける気持ちにはなれなかった。しばらく歩いていると何かがおかしいことに気づいた。いつもなら右に曲がる道があるはずなのに、その道がないのだ。私、曲がるタイミング逃したかな。うん、そんなはずない。曲がるところなんてどこにもなかったもの。二人して見落とすなんてありえないわ。そうだよね。なんか霧もすごいし。ええ、どうしよう、レイコ。どうしようって言われても、私もどうすればいいかわからないよ。結局、私たちは元いた場所へ戻ることにした。しかし、霧に覆われ辺りはほとんど見えず、本当に元の場所に戻ることができるのか、気が気ではなかった。川の音もやたらと大きく聞こえ、まるで私の心を映しているようだと感じた。ねえ、何かあるように見えない？どこ？ほら、あそこ右の方。本当、もしかしてあれ、いつもの大きな木じゃない？行ってみよう。うん。最初は歩いていた私たちだったが、次第に期待は大きくなり、歩みが速くなっていった。木の近くに行ってみると、そこにはいつもの大きな木と、なぜか橋があった。橋は川向こうに続いているように見えたが、霧でほとんど先が見えなかった。でも私は直感的にこの橋を渡りたくないと感じた。
ねえ葵、とりあえず今日はここで夜が明けるのを待ちましょう。レイコ、それなら私はこの橋を渡りたいわ。いやよ、冷静になって。今まで橋があるなんて聞いたことないじゃない。わかってる。確かに今まで橋があるなんて聞いたことはない。でもだからこそ今渡らなければもうこんなチャンス二度と巡ってこないかもしれない。でも私たちは普段迷わないところで迷っていたのよ。その上あるはずのない橋を渡るなんてやめた方がいいに決まってる。でもこの橋は向こう岸につながっているように見えるの。夜が明けるまでここでじっとしているのなら橋を渡って様子を見てみたいの。もし玲子が行かないというのなら私一人で行く。え、ちょっと。葵は何かに取りつかれたかのように歩き出した。私は橋を渡ることは嫌だったけれど、こんなところで一人で待っているのはもっと嫌で、その後を追った。橋を渡り始めると霧がどんどん深くなっていった。歩いても歩いても先は見えなかった。それでも葵は前へ前へと進んでいった。何度も引き返そうと提案したが、葵は聞く耳を持たなかった。そうこうしている間にも霧は一段と深くなり、私はいよいよ立ち止まってしまった。もう引き返そう。やっぱりおかしいよ。もういい、私は引き返すからね。ねえ、やっぱり。ここは葵？葵？橋がない。葵、どこなの？ちょっと、葵？葵、出てきてよ。葵、どこなの？葵！私は葵を探し回った。必死に探したけれど、葵はどこにもいなかった。騒ぎを聞きつけた人たちも一緒になって探してくれたが、夜が明けて辺りが明るくなっても葵は見つからなかった。次の日も、また次の日もやはり見つからなかった。葵の家は無人になり、土地が荒れ、いなくなったことが村中に知れ渡っていった。そして村人たちは、また神隠しがあったのだと口々に噂した。葵が神隠しにあった後、村では星観察を禁止する取り決めができた。私はこの取り決めに従ってピタリと星観察をやめた。しかし星に魅了された村人たちは多く、人目を盗んで星観察をする人が後を絶たなかった。そして神隠しもまた一向に収まる気配を見せなかった。